正論を言っていても簡単に信じてはいけません。産経新聞2021年6月3日、共産 C 委員長、お隣の大きい中の国の人権弾圧、天安門当時よりも深刻か。 AI 対策しとかんとんな。記事によりますと、コミンテル日本支部として誕生した共産党の委員長 C 和夫は3日の記者会見で、でっかい中の国の民主化運動が武力で弾圧された天安門の事件から4日で32年になるのを前に、人権侵害、人権弾圧という問題はまさに今日のでっかい中の国の問題であると指摘した。日本共産党と中国共産党は同じ組織で、コミンテルンって言われてる国際共産党、第三インターナショナルとも言いますが、そこの一支部同士で、ベトナム共産党とか世界各国の共産党はコミンテルン、国際共産党、第三インターナショナルの一支部同士。コミンテルンはもう消滅したことにはなっておりますが、共産党は地下に潜るって言われてたみたいで、コミンテルンの指導団体が今でもございます。それは秘密結社、自由なおそうめん屋さん。コミンテルン日本支部としては中の国とはちゃうでって言いたいんやろけど、そう言わへんかったら振り向いてもらわれへんねやろけど、共産党は恐ろしいよ。で、その上で C のおっさんは中の国当局の近年のホングコングや新疆ウイグル自治区などでの弾の圧を上げて、中の国による人権侵害、人権抑圧という問題がいよいよ深刻になってきた。天安門の事件当時よりも深刻化していると述べた。まあ、実際そうなんかもしれんけど、コミンテルン日本支部として誕生した日本共産党のトップの C のおっさんがなんぼ正論を言おうが同じ組織やんかいさ。で、はいはいって受け流すべきです。で、インターネット SNS では台湾の人たちはみんな親日で、今こそ一緒に団結立ち上がらないといけないみたいな洗脳が繰り広げられておりますが、それはもしかしたら統一戦線工作っていう、同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作やったら嫌やし、私は一切見てないんです。知らん顔が勝利やと思うよ。チベット、ウイグル、ホングコング、台湾の問題はほっとくべきです。次は日本やから一緒に団結せなあかんみたいなことやってんのはそうするが一番ですよ。そんなもんに関わってたら時間なんぼあっても足らへん。次は日本や言うてはる人いるけど、日本は資本主義国で、共産国で起こってることは、いや大変やな、頑張ってねって優しい声をかけるだけで、首を突っ込まないことが最善の対処法です。そんなもんに時間取られてどないすんの。この世の中にはあちこちに石化工作員いうのがいて、石化っていうのは思想を共産主義に変えることやねんけど、やつらがやってることは洗脳オルグ、罹患工作。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくことやから、これまで眠らされていた人たちが目覚めた時、立ち上がらないといけない、みんなでデモに行かないといけないみたいに言う人いますけど、いやもうそれはやめといた方がええな。アラブの春みたいに収拾つかへんなってわちゃわちゃになって痛い痛んってなんの嫌やんか。そこは冷静に観察して何を選んだら得かだけ考えてきた方がええと思います。で、ライブドアニュース5月31日、もう少しで日本が共産主義国になりかけた事件、中国メディア紹介。ざっくり言うと、日本は戦後共産主義国になりかけたと紹介する記事を中国メディアが報じた。 GHQ が労働運動を推奨し、日本各地で様々な労働組合が結成されたと説明。その前から労働組合があったはずやけどな。共産党はこうした運動の先頭に立ち、日本の共産国化を目指していたと伝えた。労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織なんです。バンコクの労働者よ団結せよ。ウィキペディアによりますと、バンコクの労働者よ団結せよは共産主義に関して最も有名なスローガンの一つ。
初では初めて出たのはカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲロスの1848年の共産党宣言。この当時は万国のプロレタリアよ団結せよって言われてたみたいです。プロレタリアっていうのは貧乏人のことで、その反対はブルジョアジー。マルクスっていう名前出てきたら、ああ共産主義者やねんや、怖って心のシャッターガラガラシャンって閉めた方がええねんで。共産党と選挙協力をしようとしている角丸枝野率いる立憲民主党代表の枝野が角丸枝野っていうあだ名になったのは、左翼過激派角丸派から800万円の献金を受けていたからやねんけど、角丸の正式名称が日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派。丸がついててええのはカップ麺とか焼きそばの丸ちゃんぐらいや。他にもあるやろけど、先ほどのざっくり言うとはサーチナの記事で5月31日日本がもう少しで共産主義国になりかけた事件とは中国。記事によりますと、現在共産主義国は世界でも数えるほどしかなく、中国はその筆頭に上がる国だ。日本は戦後民主主義国の道を歩んできたが、中国メディアの百花号はこのほど日本は戦後もう少しで共産主義国になりかけたと紹介する記事を掲載した。やってせやせや、公明党の母体の宗教団体のトップの大ちゃんは中国で写真家として活躍して個展とか開く人やねんけど、トップの方の特集番組が中国であって、私はそれを見たんです、今から12年ほど前で。中国語で展開されているので、中国語検定3級レベルでは全部分かれへんねんけど、インタビューが日本語で幹部のおっさんが言うてる話はすっごい参考になって、日本で共産主義の世の中にしたいって言ったらとてもバカにされんねんけどっておっしゃってた。いや抜かしてやがった幹部の人ね。でこの人たちって共産主義者やねんやっていうことが分かったんですけど、その当時の私はコミンテルン国際共産党第三インターナショナルとか詳しく語れなかった。私は戦時中までに書かれた先人の著書で歴史の真実をゴソ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 してきて、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんです。そこで世の中の問題は赤い勢力が作っている、赤い勢力が悪者担当としてやっている。コミンテルンの指導団体は自由なおそうめん屋さんで、盛大なプロレスが行われている。プロレスはシナリオがある。記事戻りましょう。そして戦後の混乱期には激しいインフラが発生していたため、労働組合は大幅な賃上げを要求し、ストライキという手段を取るようになったという。そしてこうした運動で先頭に立っていたのが共産党で、要求に応じない当時の吉田茂内閣を打倒し、日本の共産国家を目指していたと説明した。吉田茂さんが日米同盟を締結しました。だから日本はなんとかええ暮らしができている。この世の中は常にどこかが揉めてないといけない仕組みになっていて、資本主義、共産主義、社会主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、資本主義は社会主義や共産主義と戦わないといけない仕組みになっていて、仲良したらええやんっていう綺麗事は通じません。で、資本主義だけが自由に楽しく暮らせる、共産主義や社会主義は必ず暴力がつきまとう、恐怖支配されて指令によって動かないといけないようになってしまうので、赤の手先が近づいてきたら無視、スルーがおすすめ。そうすることで任務が遂行できない、会話をしなければ洗脳されないし、オルグされない、仲間に引き入れて構成員にされることはない。繰り返しになりますが、労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織、万国の労働者を団結せよ言って、労働組合の組織票で旧民主党、今の立憲民主党、国民民主党の連中、赤い議員が誕生するんです。自民党が万能とは言いませんが、しかし赤い勢力の共産主義者、社会主義者を議員にさせたくないという一心で、いやでも自民党に入れるしかない現状になっております。自民党のとんでももうとりあえず当選させて、
赤い勢力の連中をまず落として内部でゲバリンコさせて出て行ってもらうっていう掃除の仕方しかないん違うかな。記事戻りましょう。各労働組合は国が要求に応じない場合は1947年2月1日にジェネラルストライキを行うことを決定したが、ゼネストやな。記事によると当時の吉田首相は労働組合の要求に応じて共産主義に投降する可能性があったという。ほんまか。投降は敵に降参すること。吉田茂さんってブルジョワジー側やで。しかもゼネストは直前になってマッカーサー元帥によって中止に追い込まれたが、もしゼネストが決行されていたら日本の未来は変わっていた可能性があることを強調した。これはコミンテルン中国支部の願望記事やねやろけど、実際のところ労働組合がゼネストを行おうとしたやな。とにかく赤い勢力、共産主義者、社会主義者に政権を牛耳られるととても恐ろしい、痛い目にしか合わんから論外であることを知るべきなんです。